皆さんこんにちは、小出健介です。そして、今日はゲストがいます。川村咲さんです。こんにちは、川村咲です。自己紹介をじゃあしていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。私は今現在健介さんと同じくニューヨークに在住で、大学院で舞台演出の勉強をしています。でそれと同時に YouTube チャンネルも始めて、英語のこととか大学院生活、ニューヨーク生活のこととかを、チャンネルで発信しています。というわけで、はい、よろしくお願いします。お願いします。初めてね、僕もこのゲストというかを迎えて初めてなので、結構ドキドキしつつ、ありがとうございます、なんですけど、さきちゃんとはですね、去年ぐらいですね、にある方の、お家で、お食事会みたいなのがあった時に、知り合って、でそれでその芸術系の学校に行ったりとかで、その演出関係の、こう勉強しているっていうこともあって話をしていたんですけども、英語はとにかくすごく、かなり取り組んでらっしゃるなっていうのを思うんですよ。ありがとうございます。で多分そのこっちに来た時間っていうのはそんなに変わりはなくてですね、多分なんですけど、それに対してのこう喋れ度っていうんですかね、英語とにかくすごいなと思ったのでありがとうございます。ちょっとなんかこう英語にまつわる話をいろいろしたり聞いたり、なんかチャレンジしたいなというふうに思っております。はい、はい、ありがとうございます。前半はですね、ちなみにこれ前半があってですね、前半はさきちゃんのチャンネルでやっております。はい、そちらがですね、あとでちゃんとこうリンクとか貼っておくんですけども、前半は、発音のテストをやっております。受けていただきました。やばいです、まさかの発音のテストいきなり何も企画をね言わないで来ていただいて、でさきちゃんがいつも使っているアプリがあってですね、それが結構かなり正確に発音をテストができるということなので、それをやっていただきましたので、ぜひそちらもご覧ください。ぜひぜひお願いします。というわけで後半戦ですけれども、はい、後半戦はですね、はい、私がこの1週間で使った英語のスラングのリストを持ってきまして、はい、で一個一個言っていくので、ケイスケさんにそれがどういう意味かを当ててもらうか、この意味のスラングって何でしょうっていうのをちょっとしたいなと思ってます。はいはい、なるほどね、スラングってでも相当ありますよね、いわゆるその、相当ありますね。どういうことがスラングっていうふうにカテゴリーされるっていうのがあるんですか。ちゃんとしたオリジナルの意味じゃなく派生されてできた言葉だったりとか、それがスラングっていう、一応ジャンルとしてはそうが私の認識ですね。なるほどね、そのオリジナルのその単語の組み合わせからとは関係ないこうニュアンスになってる時って、そうです、そうです。なるほどね、そう、That's a piece of cake とか、あ、そうそう、まさにそういうのが、そう、ネイティブの人たちがよく使うもので、日常会話で私たちも自然にこうネイティブの人たちが使ってたりとかで、これ言えたらちょっと私たちもクールに聞こえるんじゃないかみたいなリストを持ってきました。ニューヨーカーだぜみたいな、そう、ニューヨーカーだぜみたいなのを持ってきたので、どんなのがあるかちょっと楽しみにしよう。はい、今日は自然に使えるものを持ってきました。自然に使えるやつを、はい、なので使ってみてください。使えるやつを、はい、ではまず第1問、たくさんありましたね今ね。はい、見ました。すごいありましたね。そんなあるんですね。そう。やば。これわかるかもしれない。Chillax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 。今っぽい言葉ですね。今っぽいですね。うん、結構トレンドのワードですよね。そうですね。確かに確かに。チルとリラックスでね。Yes、チルとリラックスですね。Chill and relax。これ日本語で言うとどういう感じになりますか。まったりするみたいな。ドンピシャだ。やっぱそう、それいいですね。チルス、でも最近日本でも多分チルするって言葉が結構聞かれるようになった気がするんですよね。そっか、なんかカタカナでチルする、確かに確かに。チラックスってでも結構使えます。使う人は使いますね。なんかこうコームダウンっていう代わりに、ヘイチラックスみたいな。あ、そういうことか。 そう、そのなんか take it easy、 カムダウンっていう時にチラックス、チラックス、とか ただまったりゆっくりしようじゃなくてね。でもそういう使い方もしますね。なんか What did you do today? みたいな。What did you do last night? とか I just did nothing. Chillax or something.、うん、いや、おしゃれ言葉がいきなり出てきましたね。おしゃれ言葉ですね。チラックス。第2問。はい。No baggy. No baggy. 待って、私発音間違えた。何間違えてるんかい。なんかおかしいなと思った。ごめんなさい。ちょっともう一回いきますね。間違えてました。はい。第2問。No biggy.No biggie. 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 Yes. Biggie. 聞きながらあれなんか違うなと思って。B I G G Y or B I G G I E ですね、多分ね。おおおお。ですよね、多分。Yes. No biggie. 例文。いきますね。
A さんが Oh, I'm sorry, I'm late. B さん No biggie. はあ、結構シンプルな、ね、こうあのていうかシチュエーションだと分かりやすいの。多分そうするとなんかね、いわゆるこう instead of no worries or、It's all good みたいな感じ、yes. なのかな Yes! 正解です、really? ピンポンピンポンピンポン。ただ biggie っていう、biggie っていうのが分からない、はい、これがね、多分なんですけど、はい、No big deal から来てるんですね。 Not big deal だから多分 No big deal, biggie。 わー、かっこいい。 No biggie かっこいい、No biggie、うん、しかも今のね、パッて手やったと思うんですけど、これもね、めちゃくちゃこっちの手つきなんですよね。分かる人ね、今のもうこういう、もう若い、特に女性が多いですね。若い女性とかゲイの方が多いんですけど、こういう今のこういうやるかも。すごい今自然にやってましたけども、すごい、すごいですね、ピッキーに、ピッキーも結構使いますね。ピッキーピッキー、うん、ピッキー、ピッキー、you're being so picky、you're being so picky みたいな、うん、なんだろうね、目ざといみたいな感じか、うん、とか、ね、細かいとか、細かいよね、あんまり良くない、あんまいいんじゃない、ちなみにじゃあ、don't be picky みたいな、ピッキーを、うん、あのもっとピッキー、もっとピッキーね、それを一語で、2ワーズ、ピッキー、コントロールフリーク。コントロールフリーク、まあ、そのようなことだよね。もうそう、これは実はですね、ニットピッキー。ニットピッキー、where's that word came from? I don't know, but my imagination was like ニット、編むニット、ニット、ニットのピッキーなのかな。ピッキー、うん、はあ、ちょっと間違ったことを伝えてるかもしれないですけど、それって最近聞いたワードですか？めちゃめちゃよく使います。あ、本当。例えば友達の、作にフィードバックする時とか、クラスで、はい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 、なんか I'm being so nitpicky, but ブラブラブラ。あ、なるほどね。そうそうそう。いわゆるその、まあ、作品に対してのフィードバックだからね、結構、うんうんうん、まあ、細かくうるさく言うけどもっていうこと、yes. エクスキューズですよね。Yes. Great. Great. なんかいいね。しかもそういういいワードというかね、なんか使いやすそうなワードで、うんうん、使ってみてください。いいですね。じゃあ第3問。はい。Lame. Rain.Lame はね、Lame は分かりますよ、一語ですね、うん、Lame、L-A-M-E ですね、yes. ね、まあ、臆病者とか、卑怯者とか、あ、確かに確かに、そうですね、 Not cool とかね、 Not cool、 Boring とか、そういう感じで使いますね。どういうニュアンスで出てきました？ It's a lame movie とか、 It's a lame movie、うん、はあ、It's a lame movie っていうと、なんかオリジナル感がない、な、ね、見たことある感じとか、そうか、あ、でもベタ、ベタ、うん、退屈、ベタ、ベタも使いますね、うんうんうん、lame movie、 lame、 じゃあそれとちょっと関連する言葉なんですけど、はいはい、cheesy、 cheesy ね、 cheesy、 cheesy、 わかりますかね、これは、まあ、それこそ多分皆さん思い浮かべてる、え、なんかそれってあのカタカナじゃないのっていう言葉から来てますよ。そうですね。ですよね。うんうん、そうです。チーズですからね。チーズですからね。チーズですから。はい、そのチーズなんです。チーズ。まあ、うさんくさいっていうことですよね。うん。Yes。そうそうそう。チープとかから来てるかもしれない。なるほど。これもちょっとオリジンを遡ってみないといけないんですけど。そっか。でもチーズって、そっか。まあ、でもチーズと同じだもんね。CHEESE でチーズだもんね。そう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 。cheesy、 なんか安っぽいとか、安っぽい、また映画になるんですけど、 that movie is so cheesy とか、 that musical is so cheesy、 そっかそっか、作品に対してのフィードバックで、うん、まあ、例えばそれがちょっと嘘くさかったり、そう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 、ちょっと大げさだったり、そう、 yes yes yes、 そういう時にね、うん、友達が言ってましたね、 all the musicals are so cheesy for me、 all the musicals are so cheesy basically ね、 yes、 なるね、 so she prefer、mm-hmm. play drama、 more. yeah dramaI'm full の違う言い方、違う言い方、 I'm なんちゃら、 なんちゃら、私ちなみにね、これね、知らなかったんですよ、へえ、先週まで友達が使ってるの聞いて、ああ確かにそういう使い方するんだ、でそういうニュアンスなんだっていうことを聞いて分かったんですか、うん、うん、聞いて分かりました、へえ、ね、分からないですね、 I'm stuffedスタッフって、うん、はスタッフってなんかあの STUFF の方なんですけど、ね、なんかスタッフの、そう、じゃない方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 、詰まってるイメージ、はー、だから I'm stuffed、 スタッフって中に、自分の中に詰まってる、そう、 I'm stuffed で、 I'm full っていうらしい、かっこいいね、これ最近知りました、それかっこいいね、うん、
かっこいいですね。ちょっとなんかかっこいい。I'm cool でも全然いい、かっこいいんですけど、Oh, I'm stuffy。言い方を間違えると多分ははてなって顔される可能性あるんで。確かに。どうしたんですかみたいな。Are you stuffed? Are you stuffed? 確かに。ちゃんと ED をつけてください。そうそう、ちゃんと stuffed。stuffed。stuffed。マイブームのなんか言い回し、はい、ワードとかって。あります、なんかこのワードかっこいいから使ってるなとか最近。私はねやっぱファイヤーすごい使っちゃうんですよ。ファイヤー、That's fire。 That's fire、じゃあなんかアイディアをいくつなんか交換してて、いいねみたいな、That's fire、That's fire とか、あの、Oh, your sweater is so fire とか、Sweater is so fire、ああそういう時にも言う。そう、全然使える、物にも人にも使える。はい、今その舞台のリハーサルをやってるっていうことで、はい、もうすぐ演出のね、もう舞台があるらしいんで、学校のね。で、ディレクターっていうのはまとめるわけじゃないですか、ある程度。はい、やっぱそれに一個ね、ちゃんと全部伝えなきゃいけないわけですから。そのアクターの、多分圭介さんもすごくよくわかると思うんですけど、アクターの人によってやっぱり癖だったりとか思ってることも違うから、そう、解釈もズレがあったりするからね。そう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 、それをこう合わせたりとか、人によって言うこと、どういうふうにアプローチしていくかっていう。そう、ちなみに圭介さんは例えばこっち来て、はい、まあ、英語で役をやるじゃないですか、はい、そういう時ってこう自分のバックグラウンドと合わせてったりとか、はい、そういうのってこう役作りの面で変わりましたか、はい、日本にいる時と。いや違いますね、多分そのこっち、いわゆるそのなんかこうこっちでの例えば役っていうのって、例えばじゃあ自分がリアリティでやる部分っていうのは当たり前だけど少ないわけですよね、例えばじゃあジャックだかマイケルだかね、こうねっていう役をやるっていうのがもう、要は違和感があるわけですよ。でそのシチュエーションだって、ね、はっきり自分にリアリティは全くないシチュエーションっていうのはあるわけですよね、はいはいはい、ただそこに流れる感情だったり関係性だったりっていうのは自分もこう今まで感じたことがあったりとか、想像できるなっていうところがあると思うんで、だからそういうものを頼りにしてやっていくっていうんですかね。なるほど。で逆に僕はそのなんかこっちの台本をいただいてこっちの役の人のロールだった時には、そのこっちの人っぽくやらないようにするというか、おー、はいはいはい、なんかねこう真似事をなんか猿真似みたいなちょっと嫌なんですよね。なんかそれっぽいみたいな、You know? みたいな、なんていうかなんていうかみたいな、こうふんふんみたいな、すごいわかる。そういうの嫌なんですよ。すごいわかる。なんかすごく苦しく見えちゃうんで。はい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 。でなるべくそういうのをやめて、こうなるべく自分に嘘がない範囲でギリギリでやるっていうんですよね。それがなんかいいのかなって思いますね。はいはいはい、なんか何が楽しいですか、アクティングの。アクティングはやっぱり、でもやっぱその戯曲をこう、なんかこういわゆる再現、体系化する、構築するっていうことが、そのが楽しいですよね。自分の体を通して、ね、この身体を通してそれを伝えるっていうのが楽しいなっていう。やっぱりそのこうなんか俳優っていうのはその戯曲を伝える存在であるっていうふうに僕はなんかこっちの学校で習ったことがあって、はい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 、なるほどなと思った。そうですね。そのどれだけ正確に戯曲を伝えられるかっていうことにこう徹底的にこうエネルギーを注げっていうことを言われて、あ、すごくいいなと思ったことがあって。それは日本とのはこうマインドが違ったんですか、圭介さんの中で。ちょっと違いましたね、はいはいはい、なんかこう日本での作品とかいろいろ出てる時っていう部分って、まあいろんな作品の種類がありますけど、もちろん、まあ、ライトなものもあるし、もちろんコメディもあるのであれですけども、やっぱこう元々のそのドラマっていうのは何なのかっていうのはやっぱりちゃんと脚本を伝える役、その役がどういう人かを伝えることだっていうのは、あ、ものすごくこうシンプルだなっていうのを思いましたね。はいはいはい、確かに確かに。 Elephant in the room。 Elephant in the room 俺聞いたことありますよ。 There's an elephant in the room。 There's an elephant in the room。 oh, それこそリハーサル室とかで、 There's an elephant in the room。 There's an elephant in the room。 それね聞いたことあるんですよ。 But we don't talk it。 But we, you don't talk it。 まあ要はですよね、直訳すれば Elephant in the room、 象が家の部屋の中にいる。まあ例えですよね、比喩なんですけども、まあいわゆる困り者がいると、はいはいはい、はい、いう感じですかね。なんか和を乱すものがいるという感じかな、いいですね。 If you say there's an elephant in the room、you mean that there is an obvious problem。 There's an obvious problem, problem. Difficult situation. Difficult situation. But you know, usually people don't talk about that. So people just say there's an elephant in the room, but we won't talk it。こうアプローチしてない。みんな分かってるんだけど、それを手つかずにしてる、そう、手つかずにしてるっていう時に使ってるイメージがよくありますね、はい、これは多分分かると思いな、はい、思うな。 I'm hyped。 Hyped。 I'm hyped。 Hyped 言いますね、言うし、よくインスタのストーリーとかで見ますね。 yes, Hyped、 yes, Hyped みたいな。 I'm hyped。 その岐阜も見るしね、 Hyped。
多分、いや結構いい意味なんですよ。なんか、うん、いやもうなんか上がってきたみたいな、うん、乗ってきたみたいな、いうニュアンスかな。はい、very excited。 Very excited。 Yes、 だから合ってますね。そうだね、はい、ってことはその very excited ってことは excited よりも hyped だともっと exhilarating みたいな、うん、そういうことか。そうですね。なんか私以前 YouTube のビデオで見たことあるんですけど、うん、やっぱり very って使うのってなるべく控えた方がまあネイティブっぽいらしい。確かに very ってあんまり実は聞かないんですよね、うん、確かに。なんか very good だったらもう great って言っちゃうとか、 very excited だったら hyped って言っちゃうとか、形容詞がたくさんあるからね。その強いバージョンってあるんですよね、うん、そう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 、ね、そうそっか、そう、なるほどね。なのでそうやって語彙を増やしていくのがいいかもしれないですよね。 excited, hyped、 yes。 ではもう何問目か分かりませんが、 bail、 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 b-a-i-l、 bail、 bail、 あれですね、多分これ僕ね、あのなんかのね、シーンで出てきたんですよ。おベイル。おおおおお。そのワードについてディスカッションしたことがあった。はいはいはい。ちょっと待てよ。あれ、ディスカッションどこ行っちゃった。どこ行っちゃったディスカッション。合ってるかな。じゃあ私の持ってきたベイルの例文を渡すと。わかりました。I'm sorry, I cannot go to the party tonight. I have to bail. I have to bail.、うん、ちょっと待ってよ。I gotta bail. しかもあれだな。違う、動詞でしたね、今。はい、動詞です。俺が考えたニュアンスで形容詞。でもそれ気になる。なんだろう、ベイルの。あのね、日本語と結構似てるかもしれない。日本語と似てる？日本語と似てる？あの、ベールに包むとかってあるじゃないですか。多分そのベールから来てると思うんです。ベールに包むと、そうだね。なんかこう、ひた隠す。ちょっとこう、そうそうそう、うやむやに隠す。そう。うやむやにする。っていうところから多分来てて、うん、ね、leave とか、うん、have to cancel とか、I have to miss something. I have to bail tonight. I have to bail tonight. ただ単純にその行けないよっていう意味、ね。うん、そう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 。cancel とか。I have to bail. I have to bail. Bail. だから多分まあベールに包んでこう行か。I have to bail, bail in, bail, bail out. みたいなイメージで私は喋ってます。いわゆるそんな、いわゆるこう角が立たない言い方っていう。うん、そうですね。うん。ちょっと今日無理なんだよねみたいな。そう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 。っていう感じはあるかもしれないですね。どういうふうに単語増やしてますか？でも本当僕も映画見てで、うん、ニュース読んでですよね、うん、あと音楽の歌詞聞いて、あ、なんじゃこの意味とか、はいはいはい、そういうことかな。それこう実際に使えますかのはたまにトライです。それをストックしておいて何かの時にこう、いいね、投げてみて伝わるかな、はいはいはい、伝わらないかなとかって検証したり、うんうん、大事かな。こっちで、はい、お友達作りとかって苦労しましたか？お友達作りってめっちゃなんか幼稚園生みたいになったけど、いやこうまずコミュニティを作っていくのってすごく大変じゃないですか？いや大変ですよ、うん、なんで僕は最初やっぱ学校に行ったので、学校で知り合う友達っていうか、まあ、そう話す友達とかからだんだんこうなんか一緒にご飯食べたりとか、はい、お茶したりとかっていうところから少しずつ広がっていってかな、うんうん、でもやっぱそのね、なんかなるべくそのネイティブスピーカーと近くにいたいなっていうコンセプトもあったので、はいはいはい、難しいんですよね。そうですね。ただその最初はやっぱずっといても分からないし喋れないっていうので、こうなかなか近づけないとか、はい、ジレンマにこう陥れられるとかありましたね、うん、はいはい。じゃあ何個かまだあるんですけど、Wrap it up. Wrap it up. まあ多分そんなに離れないと思うんですよね、語源からね。Wrap it up なので、うん、まあそうですね、急げっていうことですね、うん、おそらく。うんうんうん。惜しい。惜しい。惜しい。多分イメージとしては合ってるんですけど、ラップ。あ、Wrap it up ね。Wrap it up. Wrap it up っていうのはもう納品ですね。納品というか出来上がりっていう。あ、いや、オールアップ、うん、いわゆる日本語で言うオールアップ。 Yes, 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 yes. 終わりましょう。終わりましょう。 Let's wrap it up. Wrap it up. Yes. Call it a day みたいな。うん、Yes, call it a day. Call it a day. Yes. もう今日は終わりにしましょうとかね。マルティニショットなんて言い方もありますけど。あ、私それ聞いたことない。かっこいいですね。OK, it's Martini shot とか言って、僕この間なんかこうスチールのお仕事行った時に、はい、なんか普通にこうやってわーってやった時にスチールのカメラマンさんが最後の方にもう 眠くなってきたよって言って、うん、OK, it's a Martini shot. Oh my god! かっこいい初めて聞いたと思って、あ、
あ、これなんだっていうね。マニーショットとかも言いますよね。マニーショット。Yes、聞きますか。あのすごいライティングが良かったりとか、うん、すごいフィルムの現場とかで、はいはい、あのうわめっちゃこの画像いい、この映像いいって時は、Oh, it's a money shot. It's a money shot. とか、ね、It's on money. そう直接的なんですよ。すごいね。マルティーニの方が素敵。マニーマニーマニーみたいな。うん、なぜマルティーニショットって何なのかというと、これを飲み終わってマルティーニを飲むっていうことから来てるらしくて、うん、なるほどなるほど。色っぽいですよね。ぽいぽいぽい。仕事終わりでみんなマルティーニを飲むという文化らしいんですけど。はいはいはい、なるほど。そんな感じで私のリストは、いやすごいですよ。そろそろラップイットアップかな。ラップイットアップですね。Yes、いやすごかったですね。あ、よかった、楽しんでいただけました。いや楽しかったです。よかったです。英語の造形の深さが改めて、ね、いやいや、とんでもスラングなんですけど、ね、びっくりしました。そう、さきちゃんの方の、ね、チャンネルもありますのでぜひ見ていただきたいです、はい、本当にあの英語の学び方ですとか、その学習の仕方もそうですし、まあ、あとこう、まあ、こっちアメリカに来てこう、まあ、生活するっていうことのことですとか、学生としてっていう部分とかも結構いろいろ事細かく説明をしてくれているので、ぜひチェックしてほしいなって思います。あとその舞台に関してもちょっとせっかくです、今言っときましょう。はい、ぜひ、来年の3月から5月にかけて、まだちょっと時期は未定なんですけど、私が演出する作品が、まあ、一応オフオフとかオフブロードウェイの劇場でやることが決まっていますので、もしよかったら皆さんチェックしてください。演目は大体なんとなく決まってるんですか？そう、決まってます。著作権を取ってやってるんですけど、そう、日本の、安倍工房さんの日本の作品をやるという、ね、そうを、ちゃんとスクリプトを持ってで権利が取れたので、棒になった男っていう作品を、放題棒になった男、はい、そう、放題棒になった男と、あとは、新しいニュープレイを2つと、あともう1つはマーガレット・スペットっていう、ウィリアム・インチっていう人の、戯曲をやります。4本ね。4本すごいですね。日本の戯曲をってことは、こっちの、まあ、いわゆるこういろんなこう国籍の人たちが演じると。はい、はい、日本人は私一人しかいないので、学年に、はい、ということは、じゃあみんなその違う、いろいろ違う、はい、いろいろ、ま、あのすごく混ざってますね、私のチームは。はい、すごいですね。ちょっとぜひまたそちらもありがとうございます。というわけで、今日初めてのコラボでしたが、どうですか？楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったですね。楽しかったです。なんか結構僕もドキドキ、このドキドキが新鮮で、私も初めてすごいドキドキしました。はい、で、さっちゃんのチャンネルの方でも結構初めてだったということなので、うん、なんかいい感じのお互いのこうドキドキ感があった。はい、ありがとうございます。またぜひ機会があったら、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。というわけで、はい、さよなら。